姿勢 1>, 1号戦車とは、大日本帝国陸軍によって1927年に開発された戦車。日本が独自に開発した初めての戦車である。千葉県陸軍不評学校におけるマーク、フォーメ型戦車。車体側面のスポンソンが小さいのが、メ型の特徴。武装は、ルイス系機関銃だが、画像では外されている、第一次世界大戦において投入された戦車につき、 日本陸軍は、艦船部間を通じて、情報を入手していた。対戦は機械化と新兵器により大きな戦略的、戦術的転換を見せており、この変化は、日露戦争から、軍備や編成、競技に、差したる変化のなかった日本陸軍にとって強い危惧を抱かせるものであった。戦車の購入は1917年には検討され、日本陸軍軍用自動車調査委員会は、 委員で、市長兵隊員の水谷義蔵を欧州に派遣し、イギリスから MK 方メ型戦車が一両輸入された。この戦車は戦争終結の直前には、横浜港に入っている。その2ヶ月前の1918年8月には、フランス大使館付部官と、イギリス大使館付部官によってるのを FT-17、軽戦車とマークウェイホイペット中戦車が購入された。 1919年、先のフランス製、ルノー FT-17 軽戦車や、イギリス製マーク A ホイペット中戦車が輸入された。先の MK4 と合わせて、K、中、10の3種の戦車が日本に揃い、1920年頃から、戦車の研究が開始された。また、日本陸軍の将工団においても、戦車の運用と編成、競技について議論が展開され、 一定の関心が向けられるに至った。1925年には軍事費を維持したまま師団数を削減して、軍の近代化を図るうがき軍宿が行われ、4個師団を削減する代わりに、同年5月1日に服を久る目に、第一戦車隊1、軽戦車1、軽戦車3が、千葉の陸軍不評学校に、不評学校戦車隊3、軽戦車1、軽戦車1が、 同時編成された。重戦車はマーク A ホイペット中戦車、軽戦車はルノー FT-17 軽戦車。警報は、改造 37mm 狙撃砲、機関銃は、改造3連式 6.5mm 重機関銃。しかし、その後の発達は遅れ、満州事変が起こる1931年まで、二個戦車隊の、ままであった。なお、 1933年8月に、不評学校戦車隊と戦車第一大隊は、それぞれ、戦車第二連隊と戦車第一連隊に改編され、最初の戦車連隊となった。また、陸軍は、戦時編成を改正し、有事の際には、軽戦車3が大隊、重戦車1が大隊を必要とした。ただ、当時の日本には、先の二個戦車隊しかないという状況で、 このギャップをいかに埋めるかが課題となった。少数の旧式なるのを FT-17K、戦車やマーク A ホイペット抽戦車では、訓練や戦車戦術の研究さえ、ままならない状況であった。対象末期の不況の中、日本陸軍は長い年月と、莫大な資金を必要とする戦車の自主開発を、望まず、手っ取り早く海外から輸入する方針を立てた。 日本の工業的な技術水準を及び戦車を揃えるために長期間を要したことも海外からの導入を決断させた要因となっている。導入が検討されたルノー FTK 戦車陸軍省は大正14年2月から陸軍科学研究所長である小形勝一少将を団長とする代表団を軍事視察と戦車購入のために欧米に派遣していた。 小型勾配団はアメリカで、ジョン・ダブル・クリスティと接触し、彼の設計した戦車を検討した。また、イギリスのビッカース社、フランスとも交渉したが、いずれも最新型の戦車の購入交渉は失敗した。クリスティの戦車は実績に乏しく不安があったこと。イギリスでは、自軍の配備を優先し、生産に余裕がなかったこと。フランスでは、新型戦車そのものが、 未だ開発途上であった。従って、新型戦車の導入は困難であったが、中古ノルノー FTK 戦車については、在庫が十分なことから購入が可能だった。しかし購入交渉の判断に関して、意見を求められた陸軍技術本部は、こうした技術的に陳腐化した戦車の導入に強い反対の意を表し、鈴木隆夫技術本部長は強く国産戦車の開発を要望した。 背景として、技術本部ではこの段階で、国産戦車の研究を進めており、設計案を練っていたこと、また車両開発の実績として1924年に3トン牽引車を作り上げていたことが挙げられる。この前奏機式牽引車は最高速度時速1 4トルを発揮し、ルノー FT の時速8トルよりも優れていた。この意見は、 上層部に受け入れられ、陸軍大臣から直戦車の国産化が許可されたが、一つ条件があった。それは、開発費用を翌年の対象15年度の予算で計上したため、年度末の対象16年3月31日までに開発できなければ予算を返上しなければならなかった。与えられた期限はわずか22ヶ月であった。技術本部は、 戦車の国産化についてある程度の見通しと自信を持っていたが、技術本部がこれまでに作った車両は3トン牽引車と、時速時速24キロメートルの4トン自動化車のみであった。また、当時の国内自動車産業は、極めて小規模かつ脆弱で技術力も低く、国内に自動車の大型部品を、切削加工する工作機械を保有する工場も、少なかったことも問題であった。 技術本部車両班には、県大積商隊員、以下16名の人員が在籍し、戦車の設計に当たった。車両班は1925年2月より仕様をまとめ、6月に設計を開始、翌年5月には早くも実物模型を作るに至った。発注先には、当時の脆弱な国内自動車産業でなく、官営の陸軍造兵省大阪工賞が選ばれた。 既存の技術的蓄積が乏しいかまたは存在しないためにボルトナットといった基礎的な部品からも正確な設計が行われ設計図は総数が1万枚を超えたさらに戦車製造には従来の自動車製造用の旋盤フライス板は使用できず新規に工作機械を製造調達しつつ作業が進められたこの部品調達と組み立て 手動にも非常な労力が払われた。戦車設計に際し、車両班の戦車に対する意識が観察できる。対正14年3月時点での使用には、陣地攻撃用の16トン戦車であること、運動戦に対応できることが挙げられた。そこで、速度は夜道上で、時速2 0トル路外では4 0 0ル毎分、10時間航続可能で、長合幅は、 標準2.5メートルとされている。また近距離で、遠外機関銃座を破壊するため、57ミリメートル砲を及び、銃刀に装備した銃機関銃を選択している。弾薬は、砲弾50発、銃弾2500発の搭載を目標とした。装甲は37ミリメートル砲弾と小銃弾に、交換するため主要部が16ミリメートル、側面が10ミリメートルから8ミリメートルと、 想定された。対象15年4月付で製作された、上申書の使用を要約すれば、以下の通りである。さらに詳細な使用が決定された。以前から大砲など大型の機材を扱ってきた、大阪造兵賞にとっても、戦車製造は初めてであった。後半供給は、神戸製鋼所、車体組み立ては、記者製造株式会社が担当したほか、 阪神地区の民間工場が動員された。これら関連企業との協力の下で製作が進められた。市政1号戦車戦車の開発に際する問題の一つはエンジンの設計であったが本社には1923年に開発された V 型8気筒ガソリンエンジンを車体中央に搭載した。文献によりこのエンジンは空冷とも水冷ともされる。一説には このエンジンは3年前に技術本部化法班が大阪造兵省で自走砲を試作した際に作られて工場の隅に放置されていたものをそのまま姿勢1号戦車に流用したとされる。別の説では姿勢1号戦車用に新たにエンジンを設計したともされるが時間的制約の厳しい中で車体とエンジンを同時並行で開発するのは無理が大きいと考えられる。 技術本部車両班及び試作車製造の所関連企業は残業を重ね、非常な苦心と努力の末、試作車は1927年2月に完成した。これは3月に迫った期限のほぼいっぱいであった。本社は全装機式の多方当選車である。車体全部、車体後方から見て、左側に銃刀が設けられ、この内部に銃機関銃が一丁装備された。 この右側は操縦手が登場する運転室となっている。この後方は一段高められ、上面に全周旋回可能な砲塔が装備された。戦車砲は円外機銃座を破壊するために 57mm 砲が一門装備されている。この砲は1926年3月に開発開始され、同年10月に完成した。この後回収を行い、 1927年7月に車両へ搭載し射撃試験を実施した。この後本砲は90式5センチメートル7、戦車砲として正式採用された。砲塔の後方は緩く斜めに低められており、機関室となっている。機関室後方には銃刀が設けられ、銃機関銃が一丁装備された。機関からの動力は、 優勢歯車装置を内蔵した走行変速機によって配分、制御される。この機構は厳仏未焼中条が考案し、低半径の旋回、新地旋回、非常減速、主ブレーキの機能を持っていた。クラッチブレーキ式に比較して動力のロスが少なく、以後、日本の戦闘車両の標準装備となった。本社の旋回半径は4.6メートル、 また片側の離帯のみを動かして新地旋回が可能だった。早期部分は総計64個の焦点輪を多数並べる方式である。車体前方にスプロケット付きの誘導輪を設け、後方に軌道輪が装備された。早期部分の外形は大型の干渉装置を組み込んで大きく車体側面を覆うものである。干渉装置は弓型板バネを平行四辺型に組み、 両端には独自に上下へ稼働する指示架をつけ、これに焦点輪を接続した。この機構は二重に作動して衝撃を緩和した。戦車用防弾鋼板の技術不足から走行は難航性だった。この当時は日本でも列強でも溶接技術が発達しておらず、走行の接合には全面的にリベットが用いられた。展覧される。 市政1号戦車完成から3ヶ月後の6月21日、富士でデモンストレーションが行われた。陸軍技術本部内での予備テストを行わない状況での狂乱試験であった。本社は大阪から列車で輸送された後、御殿場駅板妻弊社までの約8キロメートルを軍関係者、一般市民が見つめる中、無事走り抜けた。故障を起こさず、道路を通常に走り続ける。 ということも当時の戦車の機動性と信頼性では難しいものであり、見学者の間では初めての国産戦車が動くかどうかも危ぶまれる状況であった。続いて、富士演習場で運行試験が行われ、3分の2の休憩車を容易に踏破、等破堤防と残酷の超越を予定通りこなした。英物の戦車よりも格段の等破性を示し、 射撃するための安定性は良好であった。また操作が軽快であった。原乙美製は海藻において中型戦車の1 4トルを見慣れためには18トンの巨体が2 0トルを持って地響きを立てて爆心するありさまは相関そのものであって国防に大威力を加えた信頼感が持たれたと記述した。この成功を受け陸軍も 戦車の国産開発のための研究続行を決定した。陸軍にとって全く前例がなく、また時間との戦いの中作られた本社は非常に優秀だった。ただ一つ問題があったのは、陸軍の要求で12トン、また設計段階で16トンを予定していた、車体重量が各部の補強などのため18トンになってしまい、最高速度が キロ2 0トルになってしまったことであった。当時、ソ連を仮想的国とし、広大な中国での戦車の運用を考えていた陸軍にとって、これは問題と考えられた。故に、本社は貴重な国産戦車開発経験の蓄積につながったものの正式化には至らず、国産初の正式戦車は2年後の1929年に、 仮正式化された89式系戦車の登場を待たねばならなかった。回収された姿勢1号戦車、姿勢1号戦車を元に大阪交渉において回収型が作られ1930年4月に完成した。この車両は足回りを一新して操縦性を改善し、エンジンを150馬力に強化、車体を16トンに軽量化するなど、各種改善を加えられているものの、 採用はされなかった。さらに本社の改良型に姿勢91式重戦車がある。ありがとうございます。